終わったかも。わー、あたた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 、うわーい、横浜だって横浜。あ、ウルトー、これで紫が100匹になると。おお、レベル5に圧倒的勝利。急いで、全然数がまるで足りてません。わー、バーストストリームをくらえ。はい、どうも皆さん、こんばんは、ゲゲと申します。今日も元気にピクミン4やっていきたいと思います。いやー、長かったピクミン4シリーズ、2週目か。もうついにラストステージですね。まあなんかこうやってね、思い返してみるとなんかいろいろなことを1週目も込みでね、あったなって感じなんですけど、まあ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 、そうやって思い出に浸るのは全部が終わってからにしようかな。うん、前回はね、逆に夜探索はいけたのに、なんか落下死が多かった気がするんだけどな。他のステージの 1.5 倍ぐらいボリュームがあるから、まあ多分次回がラストかな。さあ行こうか、ラストステージ、ルイのケツをしばきに行くぞ。さあ、ここは毒なんだけど、結構マジで毒使うんだよな。構造が複雑は複雑だからな。地面にね、埋まってる系が多いからね、それだけ気をつけたいね。さあ、こっから先は全部むずいかな。だからここでミユリンが出てきてるっていうのも、もしかしたらそういう伏線かもしれない。このミユリンがね、孵化を失敗したあれっていう。それでそんな凶悪になるかね。やっぱね、2は、あ、終わったかも。あ、終わったくせー、これ。あー、無理だ、これ。あー、やってやってやった。あー、やってやってやった。おー、なんとか耐えた。マジか。なんでやれー、あぶらー。いや、強すぎよ、お前。いや、沼がマジでやばい。オッケー。あー、そうだそうだそうだ。キノコエリアだ。わー。ボケナメコ、まさかのワンからの復活。はーい、レッツゴー。はい、お疲れさーん。梨でけー。いや、結構広いな、やっぱラストステージなだけあって。宝が下にあったらマジで。あ、これあれだろ。はい、来いよ。はい。はい、賢い。同じ手は食わんぞ。で、ここもボスが落ちてくるから、ちょっとまずは先に周りを。まあでも、羽35だったらいけるか。キャモンめ。今日中にこいつ倒すぞ。あたた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 。俺の親指が継承になろうとも。すごいとこなってない？オッケー。これでまあ全員凍っちゃうんすよね。ワロスワロス。うわーい。よしよし、なんとなく構造はつかめてきた。てか、広いわ、やっぱり。ここめちゃくちゃ広い。で、ここのキノコんとこも敵やっぱ湧く。真ん中から。マジで注意。それでウジンコ系とか湧いて食われたらマジで目も当てらんねえ。はい、バカチンガー、欲張ったね。ダメダメよ、そんなことしちゃ。で、これキノコいるでしょ、またこいつでしょ。あ、やっぱそうだね。いや、オッチいない状態戦うの怖え。あ、オッケー。毒がやばいわ。ここね、めちゃくちゃ紫増やせるから。ここで確か俺1周目も紫100匹にした気がする。一旦呼んでくっつけた方がいいか。羽もくっつかねえな、言うて。ここら辺だ。あー、なるほど、なるほど。はい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 。横浜だって横浜。横浜だって横浜。あ、いるわ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 。で、だいたいここで増やしたら、もう地上に戻る。っていうやり方をしてたね。虫だまいで1回と3回を周回する。おーっ！あっ！はいー！前が見えてない。焦って、いや、ダメだ、間に合わねえよな、多分羽突っ込んでも。いやー、もうウジンコが本当に無理でしょ。一番強い、なんだ影で湧いてたもんな、見えない。ウルト、いや、俺もそこ無理か、その距離でダメ。結構きつくね、これ。あの減り方じゃ多分削り切れてない。うわー、迷った迷った。まあ紫ゲームかな、こうなったら。あ、ウルトー。あ、今羽いったな。やばいな今回。あ、そうだな、もう岩だけにしよう。
りマジバロマジで。あ、え、ダメだ、帝王にめっちゃなまってる。絶対叫ぶ、叫んだ次絶対飛ぶ。ここまでは分かってる。でベロリンで攻撃したらまた飛ぶから、でこれはもう一ベロリン入るかな。あ、いけたわ。え、なんで苦戦したの俺は。もう分かんねえ、もうなんかやっぱりなんか変なんだよな動きが。紫は100匹になると、こっち、あー、そうだそうだ、こっちあれだ、もうラストだね。ここがラストダンジョンだから、で残るはルーイターの線だけ。さあやっちまおう。これ今俺が倒したらどうなんの。おー、よーし、ビシューイ、レベル5に圧倒的勝利。であとはあの線とラストダンジョンで 100% か。なるほどね。まあその前に夜探索か、最後の。あー、ドドロが来る。やばいな、今日はもう帝王にやられまくってだいぶメンタルきてるなこれ。まあ最終ステージまで行くか、夜探索も。いやーでもドドロ来そうだな。ちょっと最初ドドロ潰しに行くのマジあり。でもこっから先マジで1ステージで3、4回リセットあるぞ。いやだってもう説明文でドドロが入ってるってことは多分ドドロの卵がどっかにあるんでしょう。少ない少ない、数が少ない数が少ない、急いでー。ダメです、数が足りてません。今あいつが来られたら終わりです、壊滅します。ふざけんなお前、お前、お前もや。はぁ、おぶねー、待って、ここ、こいつら来んのかよ。やばい、嫌いなやつオンパレード。全然数がまるで耐えてません。いやーでもあいつが来た。となったら、今の俺がやるべきことは、こいつを止めること。いや、足りねー。だいたい真ん中でやれば、直突きしてくれるから、オーケー。ハゲ玉雲を序盤にちらつかしてちょっとビビらせるステージか。やばいな、ここが突破す、やばい。でもラスト確かね、玉雲とデメバダラらしい。やばい、デメバダラちょっと今俺やばいわ。やられるビジョンが染みついちゃってる、体に。怖い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 。やっぱね、序盤はね、増やすべき。いや、ちまちましたとこにあんな、全部。あ、来た。あ、もう一体湧いた、これ。わーで一旦引いてドドロ来てるけど、こいつをまず倒して、でドドロまず1行こうか。これはでもフラッシュバースト無敵なんだよな。オッケー、なんかチビ来てる、チビ来てる、危ねえ。いやオッチそのままでいい、ちょっと戦っといて。俺たちはこいつを止める。ナイスラスト、オッケー、よーし、やばすぎる。いやもうオッチねクマ止めれんの、まさあこれでラストだね、次が。あーだよね、オッチにちょっと青いっといてして、オッケー、ナイス。あー待って、でもこれドドロこっち来た。でも向こうはオッチに任せよう一旦。あーこっちも人間来るべきだなこれ。いや結構削れてはいる、削れてはいる、削れてはいる、めちゃくちゃ削れてはいる。あ死んだ今、バーストストリームを食らえ。ワンタンキルあるだろこれ。マジってミリ残った。いやーこれさ、フラバンってやつがさ下行くんだよね、たまに足元。あと1匹上にくっついてたら倒してたって。あー20来た。いや今坂道の下からやったからダメなんだろうな、上からやればよかった。失礼します、して、ここでフラバン。いやーやっぱでもくっつくなこれ変に。え、でもこれは振り払い絶対間に合わないから。あ、オッケー、90度フラバン来い、オッケー。あー、そして朝が来る。やばすぎるこれ。いや分かったらいけるけどさ、人間往復ゲーだなこれ。いやよかったよかった、もうでも20いったかこれ。さあ最終局面ラストステージか。まあこんなもんかな。あーやばい、マジで精神がやばいな。帝王で3回1回、いやでもあれメンツが悪いな、羽ピクミンで帝王と戦いはちょっとマジで終わってる。まあ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 、次ラストだからね、ここで折れててもダメだ、気を引き締めて改めてラストいきますか。じゃあ次次回ね。では今回の動画はこの辺で終わっておきたいと思います。バイヤギー。